この宿の温泉のお勉強です。4つの湯があります。ウバ湯、スマトリの湯、龍泉の湯、大仁ヶ湯。ともかくこのお湯の色が激しいです。でもペーハーが一番強いのはこれです。硫黄分が少ないんだそうです。ペーハーが数が少ないほど酸性、数が多いほどアルカリ性になります。ご存知のように7は中性です。ウバ湯が 2.5、 龍泉の湯は分かりません。全国でも数も少なく珍しい黄色の、黄色だよ黄色。そうそう、黄色が珍しいんです。で、大仁ヶ湯、これも書いてない。で、妻取の湯、これは特に書いてあって 1.5 の強酸性になります。湯冷めのしにくいお湯です。おすすめはウバ湯、龍泉の湯、大仁ヶ湯、妻取の順で入ると温泉成分が取り込みやすいそうです。ね、で最後にやっぱ湯冷めしにくいここに入ってくるといいんだね。じゃあここね。で、露天風呂はこんなレイアウトになっていて、このエリアはすべて混浴エリアになります。ここだけは女性専用です。このそう、女性はこの洗い場から入ってこうやってこっちに来る、そんな感じです。露天風呂の方には内湯がないので結構入るとき寒いので勇気がいります。注意が一つ、硫黄分が多いので出るときには洗い流してから出ることをお勧めするように言われています。それとペーハーが 2.5 と強酸のためレジオネラ菌は生きていられないようです。さっきの黄色い温泉、ここは独立していて内湯も外湯もあるのでこじんまりしていて、のぼむふうさんもお気に入りです。万座高原ホテルのお湯の説明でした。売店を通っていきます。あ、こんにちは。ぐんまちゃんグッズ、あら、この手袋かわいいわ。お酒、スーパーカップ、カップ麺です。ポテトチップもパンパンです。いろんな歴史があります。お部屋の景色が明るくなった。2泊3日、今日が2日目。2回目の露天風呂に入って飲むで、はい、乾杯。乾杯。おー、乾杯。すごい冷えてる。すごい冷えてる。ね、これキンキンだね。41だよ、果汁が。うん、飲んでみたいけどグレープフルーツだからな。うん、グレープフルーツの飲めないのも。ちょっとやめといてもいいと思う。リッチー。連泊のお昼はこれ、おでんで飲むぞ。ああ、外が綺麗になってきた。茶割り、川の音がいいね。せせらぎの音か、違う、川の音だね。川の音が素敵です。雪がバサバサ落ちてくる。はい、2回目のビュッフェ。
違ってる。何が違う？これどれ？じゃがいもがなくてこれになってる。本当だ。カニカマ。カニカマ？そうか。昨日とちょっと違う。違う。お、昨日と違う。違う。ねえ。美味しそう。お、二泊してよかった。一応料理を二パターンでして。あ、そうなんですか。じゃあ二泊でいいなのねって。ちょっと300メートルかぶっちゃうなって。そう。あ、本当だ。これ違う。サラダも違います。これは一緒かな。これは一緒。これも一緒です。飲み放題はこんな感じ。ありがとうです、はい、クーポン3枚でいただきます。あれ、レンコン売ってるね。本当だ、天ぷらも違う。カニカマとレンコン、キャベツの浅漬け、これも取った。何しよう、グラタンいただきます。ジャガイモのグラタンだ。ナポリタンです。ロールキャベツ、これが興味がありました。豆乳かぼちゃスープ、今日はローストビーフで、ダブルでいただいてます。はい、ありがとうございます。汁が違う。謎の汁。イチャナ汁、郷土料理だそうです。水筒みたい。今日もラジオ兄さんが、昨日はポーク、今日はローストビーフ切ってました。今日はこれです。お料理は2パターンあるんだそうです。この汁が郷土料理らしいので、ちょっと興味があります。いただきましょう。味噌仕立ての水豚です。2回戦はこんな感じで取ってみました。このこんにゃく何気に美味しかったです。3日目の朝、今日は青空です。いっぱい温泉に入ったらちょっと指先が鉄っぽい色になっちゃいました。温泉負けかな、温泉焼けっていうのかしらね。ザラザラする？うん、よく洗ってきてるから大丈夫です。プリンスの新入社員さんだと思います。ういういしいなあ。記念写真撮るんだ。若くて可愛い新入社員。あ、マスク取ってくださいになってる。可愛いです。気をつけ、ピンになってる。笑顔の可愛い子たちでした。ここは標高1800メートルです。4月5日万座温泉、館内利用券限定、おすすめ品なんだって。あ、少し安くなるんだよ。そうそう、100円ですね。ね、みたいです。この万十万です。おお、
今日ここで6000円のお買い上げします。やっぱりこれかな。あれ名刺はないんだ。4月22日開通予定だ。おお、空が青いぞ。すごいすごい。する？いっぱい山が見える場所のようです。万山坊。飛行機の音がするんですけど、姿は見えませんでした。